どうみやさんこんばんは、夏目さんちのげんです。国家斉唱の時立つタイミング間違えて謎に目立ってしまった悲しきさやです。ただ本当に悲しいやつじゃん。ご起立くださいで立たなきゃいけないのに国家斉唱で立っちゃったさやです。流行った、はい、ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ネギを食え。それは無理だ、大根だからな。大根だからじゃないよ。大根はちょっとネギ食えないなって。そう、友達なんだ。友達じゃないけど、大根だから。ネギは大根食べないでしょ。ごめんね、なんか。はい、ということで今回こちらタイムカプセル。まあ皆さんご存知だと思いますよ。はい、学生の頃とかね、桜の木の下とかに何年後、ね、例えば成人式10年後にこの場所でもう一度みんなで集まって開けましょうっていうクソエモシステムですよ、タイムカプセル。で、その10年後開けに行ったらタイムカプセルはそこに開く。そこにあったのは人骨。テレリー。何？誰？タイムカプセル、スーパーデラックス入れたやつ。やめて、アラサーのタイムカプセル開けんの。タイムカプセルっていうのは、まあ、各々ね、手紙だったりさ、物だったり、その時流行ってたものだったり入れて、後で開けて懐かしむっていう、軽率にエモいイベントです。そうですね。はい、今回やっていく企画はこちら！ドローデン。1ヶ月後、1年後、10年後の自分に書いてほしいラフタイムカプセル！闇夜も水死。なんて書いてあるの、これ。はい、タイムカプセル今から作りたいんだけど、ツイッターの PR で、ヨナヨナエルさんとのねちょっとタイアップさせていただいた時に、はい、紹介させてもらった20年後の飲み約束ってすごい激エモなコンセプトのねっていうのをやったわけじゃないですか、うん、これもまた素敵な企画だったんだけど、うんうん、その時思いついちゃったんだけど、ラフって書くじゃないですか、うん、ラフってその日とかに自分に書いてほしいもののを書いてるわけじゃん。でも大体それって、うん、その直後の自分が背伸びして書けるぐらいのものを書くわけじゃない。そうですね、まあ大体今こういうの書こうかなって、書けるものを書ける、絶対書けるものはラフには書かないじゃん、うん、例えば何、さやさん的絶対書けるものって何。スカイツリー。絶対書けるものって絶対書きたくないものだよね、スカイツリー。アッツーさんとかにお願いしましょう。前回のあの企画で、はい、こちらの企画でこちらの企画の時にね、コウセイさんとアッツーさんがスカイツリーと東京タワーを押し付け合ってたの、押し付け合ってた。まあ何が言いたいかというとですね、うん、今の自分の実力って大体わかるわけじゃん。そうだね。でもやっぱり画力を上げるためには、うん、ちょっとは書いてないお題にチャレンジしたりする時もまあ必要ではあったりするわけですよ、うん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 。そもそも依頼でもらったものが書けんものだった場合は、はい、背伸びせざるを得ないし。そうですね。まあでもね、基本的には自分で書く絵っていうのはさ、うん、自分の範囲内で戦うわけじゃん。うん。じゃあよ、未来の自分だったらその戦える範囲が広がってるんじゃないかなという希望的観測の話ですか。はい。だから今から僕たちがやるのは、まあ、なんかいろいろ真面目な練習方法とかって、まあ、いろんなチャンネルとかでね、すごいね、いろんな方が紹介してたりするんだけど、中でも夏目さんちは未来の自分に託すという、そう、中でも夏目さんちはみんなでも、一番やりやすいメンタル的な話です、はい、そうですね、未来の自分こんだけかけてたらいいよねっていう練習法です。ちょっとかっこよく言うと、はい、新提案、タイムカプセルお絵かき練習法。イエーイ、未来の自分ならきっとかけてる、かけるはず。え、でもこれって実は理にかなってるんですか、うん、あ、そうなんだ。イェール大学の研究に基づく結果がありまして、なんかそうなの、バジリスクバフムート大学の研究結果によると頭悪そうな大学出てきた。通称 BB 大学。BB 大学の研究によると、はい、明確な目標設定っていうのは非常に大事なの、はい、そうですね、はい、例えばね、うん、何歳までに何とかをしたいとか、うん、例えば仕事だったら、うん、まあ、30歳までにこの役職になりたいとか、うん、この仕事をしていたいとか、はい、まあ、もしくは給料の話だったら収入これぐらいになってたいとかなると、うん、はい、収入このぐらいになりたいためにはこの時点でもうこれをしてなきゃいけないとか逆算していけるわけ、はい、ってことは例えばタイムカプセルに入れたラフの中に1年後のところにビル群書いてたら、
俺は背景のパースの勉強しなきゃいけないってなるわけじゃん。あーそういうことね。っていう意味も込めて、うん、自分が書ける書けないは別として、はい、無責任に未来の自分に丸投げしようぜっていうあの楽しい楽しい練習法です今だけ。いや BB 大学やるな、うん、BB 大学の都合のいい会社です。都合のいいそれっぽい文章から入ってふわっとした感じで着地したいやだってさ、うん、いいのよ、あの辛いことは他の人に任せるから、ね、そうそう、夏目さんじゃん、みんなあの希望だけ抱いて帰ってほしい、ね、まあいろいろ言いましたが、何が言いたいかというと、はい、できるだけ未来の自分に無責任なお題を投げつけよう、お絵かき対決今から3回戦やりますので、皆さんあの、はい、3枚未来の自分に無責任なお題を、うん、そう上げてください、うん、でなんかこうカレンダーとかに入れといて、うん、無責任予定1、無責任予定2とか書いて、はい、そうですね、期間はね、ね、おのおの調整してもらって全然大丈夫なので、はい、一緒にタイムカプセル埋めていきたいと思います。根詰まらぬ成長の時、植木鉢なんかに収まらない根詰まらぬという気持ちで、クッソ眠い気持ちは溢れてますけどということで、ではね、今から早速タイムカプセルにぶち込むイラストを描いていきたいんですが、さっき言ったんですけど、1ヶ月だと、うん、まあ、一瞬で1ヶ月は訪れると、うん、本気で毎日練習するぞっていう1ヶ月があればまあだいぶ違うと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとそれがあまりにも現実的ではないので、今回あの企画としては1年、はい、5年、10年というスパンで、ね、うん、これからの我々に託していければなと思うんですが、はい、ではまずは1年後の自分、はい、まあ、想像しやすいんじゃないでしょうか。いやそうですね、はい、皆さんも1年後の自分ちょっと想像してみてください。どんな感じの生活してるでしょうか。よーいスタート。1年後だよゲンさん、ね、1年後の僕だったらやっててほしい絵でしょ。小物が描けない、あんま得意じゃないので、はいはい、だからさやさんちょっとテーマは小物でいきます、はい、1年後だったら、1年後はね、ちっちゃい道具だったら描けるんじゃないかな、うん、鬼滅の刃のイラストを描いてる時も刀が本当に描けなくて、炭治郎描いてここを日輪刀が来るんだけど、ちょ日輪刀が苦手だったから、はいはい、みんなに保管してほしかった。やめろよ、ここに日輪刀があることで考えてくださいゲサのテーマは、ゲサのテーマ、うん、ドシンプルですよ。背景をきっちり描く。おー、うん、ゴリゴリの、うんうん、ゴリラ、違うよ、ゴリゴリのゴリラの背景なんで、ゴリラの背景ってゴリラじゃねえのかストーリーが連想されますね。いいよ連想したくないよ別に、ゴリラのストーリー。やっぱ僕はさ、このメカっていうラインのいいなって思ってたどり着いたのって、やっぱ一つは大友克洋先生のさ、緻密な背景作画っていうのあるわけよ。やっぱそういうタイプの絵をね、自分にも描いてほしいわけよ。自分にも描いてほしいわけ二重人格のもう一人のコード来てますか今日なんか人格スイッチされてるみたいな感じになってるんだけどはい、じゃあ15分間、1年後の我々、うん、せーのドン。え、なんかめっちゃ書いてる。え、なんかすごいね、パース聞いてるじゃん。あ、そうそうそう、これ奥の方に行ってるでしょ、うんうんうん、だからまず1年後の僕は、まあ書いてる子は、うんうん、多分好みは変わんないし、はい、まあ、今よりも上手な人間を書いてほしいわけよ、はい、それは当然じゃん、うん、であとは、僕ぶっ壊れてるもの好きだったり、うん、荒野が好きなんですよ、今現状。それメビウス先生の影響でもあるんだけど、はい、何よりも書きやすいんですよ、うんうん、何もないからね。そう、何もないから描きやすい、うん、それも含めて好きなんだ、うん、なんだけど、はい、ちょっと1年後のゲンさんはまあ多分漫画もいろいろ描くようになってると。だとするとちゃんと背景を描いてないとまずいわけ。2380年的な文明の背景、うん、ここはほらこれ上にチラチラしてるのはね、うん、空飛ぶ生き物、生き物やったり、うん、空飛ぶブーブーだったり、うん、で、まあ、この廃材過去緻密って書いてあるんだけど廃材適当じゃないの、ちゃんとしたいろんなこのものの廃材ですよというのをしっかり書けよという、はい、ああそういうね。で架空のでもリアルな植物で、ここ大事、架空なんだけど、はい、リアルに存在してそうなファンタジーな植物、うんうんうん、そして生活する人々、だから人が人が生活してそうな街を書いてほしい、うんうん、の手前側に好きなタイプ、うんうん、はい、てな感じです。あーいいですね、はい、結構来年の自分やっぱ1年あったらなっててほしいじゃん。ステップ優しいよだってめっちゃ今書いたらみたいな、書いたら今2週間後の自分へじゃないか、大丈夫。いやさ、せいさんはこれちょっと小物、うん、物質っぽいものをちゃんと書けるようになりたいなっていう、まあ、確かにね、そのものらしさというかね、気持ちがあるので、うん、まあとりあえずこの男の子はちょっとご褒美的に書けるんだけど、はいはい、これ結構スチームパンクな世界で、うん、こう金属のなんかランプだったり、ね、でそう歯車でなんかこう噛み合ってる感じのものがここにあったりとか、うん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 、でこれなんかこうカラクリ竜みたいな、うわ相棒で、確かにさやさんドラゴン描けないもんね。ドラゴン好きなんですけど、うん、そうでもういわゆるスチームパンクの中にこうちょっと大正レトロな男の子を描きたいな、うんうん、だけどそう今はこの辺がちょっと
手だから、はいはいはい、もう来年ぐらいにはまあまあ工事時と顔もいいでしょうね、うん、来年のもうすごいその辺からふわっとし始めた。もう書いとこう顔がいいって書いてはい、まあ、ということでまずは1年後こんな感じです、ね、1年後はこんな感じではい、まあ、では5年後の35歳の自分へどんなラフを投げるか投げるかいきましょう。スタート、スタート。いや、さやさん35歳になったらねはい背景が描けるようになっているに違いない。なんで5年もテーマは背景。5年も描けちゃう。だって深瀬さんだって言ってたし、はい、俺はもともとスペックはそんな高くないハビットの2番で言ってたから分かる。深瀬さんが言ってたんかどうか分かんないよねあのダンスを家で踊りたいハビットはね。でも一人ぼっちなの後ろにいる人はいない。後ろに誰も踊ってくれない。いいじゃんさやアニメ描いてさやさん真ん中であれ踊ってて後ろ全部ゲンさん。あ、そうね、うん、自分で描いたらだってゲンさんだっていくらでも自分で自由に増やせるしねやめて、夫いくらでも増やせるけど今日なんかゲンさんと話したいことが多すぎて全然絵が進まないんだけどさ、うん、すごいいいことだよね。いいことだね書きながら喋るんだよ私たちは。え、無理、そんなのできないよ。初めてだってそんなことをやるの。この4年間は何だったの一体。4年、頭がやっぱり変な生き物描きたい。ここにこれ豆もやしの異性、可愛い豆もやしの。5年後もそんなん描いてんだあ、てかちなみに5年後っていうと2027年でしょ。あのさ、ゲームのデトロイトビカムヒューマンってあれ2035年なの。あ、おー、2035年までにアンドロイド出るかって思うんだけどさ。あれ35年か。そう、まああの時はでもまだ車飛んでないしな。でもさ、車も飛べるよねきっと。飛ばそうと思えば。そんなこと言うと車に悪いよ。悪いか、ごめん、プレッシャー感じちゃう。あ、そっか、車にもうだって2015年のバックトゥザフューチャーで空飛んでたから、あれプレッシャーすごかったよね。いや、そうだ、車さん無理だよ、もうあと20年じゃ飛べないよと思ってはい、はい、てなわけで5年後の私、せーの、どう。いや、なんかこう、まあ、お茶してる少年がいて、この周りになんかこうハスの葉っぱとかがこうぐにゃぐにゃってあったり、はいはい、あとなんかこうお盆とかがこの辺に浮いてたりとかする、うん、これが手前で、はい、中国の昔の東屋みたいなやつが、はい、こうふわふわこの辺に浮いてる、はい、すごい高いところにあるみたいな雰囲気も出しつつ、はいはいはい、あー、なるほどね。これ豆もやしのせいです。それ、いったそれ。うん、これいるんです。それいる、うん、それ必須、必須。これ豆もやしです想像してたよりキモいわあー、ね、なるほど。 これは仙人チックな、はい、こう雰囲気で描きたいな、うん、みたいなね。あ、なるほどね、はい、5年後のゲンさんですか。5年後のゲンさん、かわいい、うん、まあ、何かというとはい、これこういうこと。あ、このサイズの絵を描きたいということ。そう、5メートルサイズの絵を、これ油絵、うん、しかも僕油絵って今まで人生で真面目にチャレンジしたことなくて、うん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 、結構僕昔から宗教画みたいな絵を描きたいなと思ったことがあって、あ、うんうんうん、そういう感じの絵を5年後描いてたい、うん、かつ個展を開いてたい。すごい。でも5年後これを描くんだったらさ、4年後には描いて始めないといけない。いや、そう、このサイズの絵をさ仕上げるんだったら4年後の自分は描き始めてるんだ多分これを。だとしたら3年後の自分も終作として多々いろいろでかいサイズにチャレンジしてるはずだし、今年から油絵の練習をしないと5年後多分このサイズの描けないと思うからね。ほら、最初の僕が言った通り、あの BB 大学の研究結果、確かに道筋がちゃんと明確になるでしょ。なんだっけ、ビハインドバブリー大学や。違うよ、なんでなんでバブリーの背景にある大学ださあ、はい、最後でございます。10年後、より無責任に行きましょうよ。行きましょう。はい、じゃあ10年後何を書いてるか。ニコニコお日様、幸せのお日様、ごま、これごま。10年後にはごまも自由に歩いてるかもしれませんね。どうしたんですか、先生、立ちの向き合ってるの自分の絵と今どうしようかなと思って。いや、それはもうあれな、あの10年後一周回ってんの。一周回ってる。もう一つはさやじの絵をこうもっと洗練させたいなという。ああ、でもそれはずっと言ってるよね。10年後のお前それだな私の旦那様相談になってしまうさあ、では最後、10年後の自分へやってほしいラフ。はい、せーの、ドン。おお、これはなにこれ、ちょっと10年後らしく、はい、ちょっとこう難しい、これ上空から見た島内がこの辺にあるんですけど、はい、ただこの絵、これさやじおがこう、はいはいはい、まあ男の子と一緒に降ってきてるっていう絵なんですけど、うん、これだけ
けだったら頑張れば今も描くことはできると思うんだけど、じゃなくてさやさんが持ってるのは、はい、もうこの絵柄を完璧にコントロールしててほしい。そう、自分のものにしてるっていうか完成させたい。ぜひ見たい。僕ずっと言ってるじゃん。だからそれこそこのさ、これ描いた時から言ってる。あー懐かしいです ね。そう、この世界観がもっと極まってくるわけでしょ、はい、いやそう、ちょっとそれすごい楽しみだわ。ゲスト気になる、この未来のゲンさんも気になるけど、なんか奥はなんかすごいさ、雰囲気めちゃめちゃいっぱいある。いこれはね、絵コンテです。絵コンテ要するに、バンドデシネっていう僕フランスの漫画スタイルの、ちょっと一般的に日本の漫画とはちょっと違うタイプの、はい、一枚一枚がこう絵的に見せるというか、小回りとかも独特なんだけど、バンドデシネっていうジャンルの漫画があって、それで作品を作り、かつそれをなんか映像作品みたいな、できたらいいねっていう。これ何持ってんの？分からない。なんかメガホンでも持たそうかと思ったんだけど、メガホンか、ワイングラス持ってんのかと思って、そんなに息つかなくなっちゃうやだな。でも現在いつもね、結婚する前からそう映画撮りたいっていうのは聞いてたから、10年後の自分はいろんなものを制作して、やっぱある程度絵の実力も少し上がって、なんかこう映像的な表現とかもね、はい、絵的な表現とかも学んできた私は、10年後映画を作っててほしい。やっぱりさ、こういうのって大事なのかもね。確かに明確にこう考えるよね、いい動画じゃない。で皆さんもどうでしたか、はい、1年後、5年後、10年後やってきましたけど、いや本当にこれはみんなやってみてほしいな、はい、ね、これだから気軽じゃないですか、いいんです、今は仕上げなくたって。僕たちもそうですけど、はい、まあ、焦らずやっぱ楽しく続けていくっていう、うん、いろんな人言ってるけど、何よりもまず始めるのが大事っていろんな人言ってるじゃないですか。理想とギャップがこうずっとあり続けながらも、なんとか楽しく続けるっていうのが大事だと思う。そうですね、皆さんもぜひ1年後5年後10年後と、はい、いろんな希望をこうやってね、こんなゲンさんがさ、こんなになっちゃうから、たった5年でこんなにいけすかなく、こんないけすかなくなりたいわけじゃないの。じゃなんかあの差をつけようと思ったらちょっといけすかなくなっちゃう、はい、これだからちゃんとあのさやさんも入ってもらう制作に。本当ですか、さやさん。じゃあこの旅人役やるわ。なんでだよ、スラッとしすぎだろこの旅人。大丈夫、中にあのさやさん竹馬乗ってこう入ってるの。あ、そうそうそう、ここにね、すげえダセーなこいつ。あ、でもこれあれじゃないですか、じゃあ、あ、そっか、箱に入れるんで、これタイムカプセルなんで、ね、ボックスに入れましょう。それでは未来の私たちに託します。よろしく、よろしく。学校せっかくなんで、さやさん、なんか蓋に書いてくれ。はい。1年後だと8月18日なので、はい、2023年の2023年の、そう、ネクスト、はい、2023年8月18日、はい、で、この日に開けましょう。はい、この日に開けましょう。皆さん覚えておいてください、ね、あの夏目さんち忘れてたら教えてください、はい、では皆さんも1年後、はい、何か変化のある自分に会えるように頑張りましょう。ねえ、みんな作ってね、絶対作ってくれ、一緒に開けるんだからね、約束だからね。誰だよ。